はい、トラハリ級整骨院長の石丸です。お願いします。本日は鍼灸治療のみで成功するにはについてお話したいと思います。この話はですね、鍼灸の学生さんや今現在ですね、鍼灸をやられている方で鍼灸治療のみでね、うまくいってない方にね、少しでもですね、ヒントになればと思います。今現在ですね、治療院を運営されてて、自分のスタイルでですね、うまくいってる方は、それはそれでいいと思うんですが、余計なね、お世話になると思うんですが、鍼灸のね、学生さんで将来鍼灸治療だけでやりたい、ね、今現在鍼灸だけでやってて、うまくいってないね、人に、何らかのですね、ヒントになればと思い、お伝えしたいと思います。1番目、鍼灸治療は最も選ばれない治療法ね。なかなかですね、鍼灸治療院っていうのはですね、来てもらえないですね。ここにですね、単純な内容を書きましたが、まずは病院にね、人っていうのが行きますね。その次、整骨院などに行って、カイロ整体などに行って、漢方なども行って、それでも治らない人が鍼灸治療院に来るという流れなんですね。ですので、いろんなところに行って治らない人しか、来ないということですね。その理由としてはやっぱり鍼灸っていうのは痛そう、高そう、感染症がとかね、いろんなですね、マイナスのイメージしかないですね。プラスのイメージがなかなか、ないですよね。そういったことでですね、最も選ばれない治療法なので、ここでですね、ビシッと治さないと、成り立たないということですね。2番目、どこに行っても改善しない患者さんを改善できないと生きていけない、要はこれなんですが、いろんな、ところに行って、改善しない人を、ビシッと治さないといけないんですね。鍼灸治療に来られる方っていうのは、本当に、シリアスな、症状を持ってますね。本当に症状があって怖いし高いし、感染症が怖いけど、大丈夫かなと思いながら、でも今持ってる症状の方が辛いから、意を決して来てくれるわけですね。それか、よほどその家庭が、鍼灸治療に、慣れ親しんでて、来てくれるパターンもありますけど、基本的には、こういった流れに、なると思いますね。病院なんかはですね、その国の、後ろ盾っていうか、その日本の、社会的な、そのみんなの印象としてですね、病院こそが最高峰の治療法だとね、思っている人がたくさんいるので、それはね、もう本当錯覚なんですが、ここはね、もう慢性病は治せませんからね、そういった錯覚があってですね、病院に長く通っている方もいるんですが、鍼灸治療院となるとですね、こういったザルに漏れてきた人が来てもやはり6回から8回ぐらいで何らかの改善を見せないとですね、なかなか継続して来てもらえませんね。病院なんかは年単位でね、治らないのに行く人がいるのに、このあたりはですね、非常に、歯がゆい話ですね。3番目、これが一番重要だと思うんですが、知識、技術、信念、これが一番重要ですね。しっかり治せる知識、しっかり治せる技術、しっかり、患者さんに伝えられる信念、これが一番重要ですね。こういった漏れてきた患者さんにビシッとね、治すということですね。そこで治せばですね、当院でもですね、もう非常に親しい、関係柄の人が紹介できてくれますね。親とかね、自分の、夫婦間のね、旦那さん奥さんとかね、子供とか、親戚とか、そういったね、すごい大切な人が紹介されて、来るケースが多いですね。それぐらいですね、ビシッとやればですね、ビシッとね、紹介してもらえますし、風邪ひいてもですね、もう病院なんかには行かずね、いきなり鍼灸院に来てくれる人もいてくるようなね、環境になってきますね。4番目、これは私は本当はあんまり好きじゃないんですが、そういった時代になってると思うので、それにプラス立地ですね、ホームページ、宣伝なども必要な時代に今なってると思いますね。こういったこともですね、研究されたい方は研究されてください。最後ですね、美容鍼灸、不妊鍼灸が増えているが、真の東洋医学を習得すればかなりの範囲の症状を改善することができるので、そっちの方が私は強いと思うね。今現在ですね、美容鍼灸、不妊鍼灸っていうのがですね、鍼灸専門として増えてると思うんですね。
まあ、これはまあメディア的なね、ことで、まあ一般のね、人の認知度が上がって、まあこういったことがまあ経営的にもね、まあ、やりやすいまあ世の中になってきてると思うんですね。まあ私もですね、まあある生徒さんに聞いたんですが、まあ、学校の先生がまあ美容鍼灸不妊鍼灸はまあ経営が成り立ちやすいし儲かるからいいんじゃないみたいなね、まあ、そういうことを言ってる人がいたっていうんですが、もうね、学校の先生がそんなこと言ってもらったらね、もうほんとけしからん話ですよ。ね、我々東洋医学ね、まあ東洋医学でビシッとやってるもんからするとね、まあうちでもですね、当院でもまあ不妊鍼灸、美容鍼灸っていうのもやってるんですが、この美容鍼灸もですね、まあこんなね、人がですね、その当院で働きたいとしてきたんですね。美容鍼灸のね、治療院で働いてるんだけど、まあ明らかにその患者さんが体がめちゃくちゃ悪いとね、その上でまあ顔にね、たるみとか、まあ、くすみとか、まあ、クマができてたり、まあ、いろんな肌ツヤが悪いということがあって、顔にいくら貼りしてもですね、まあ、良くなるはずがないと思ったんで、当院で、体から治せる技術を学びたいとしてね、まあ、来た人がいたんですね。もちろんですね、まあ、美容鍼灸でやってる方でもね、体もビシバシ治せる方にはですね、まあ、少々失礼なことを言ったと思うし、まあ、知識、技術、信念ね、このね、先生がまあしっかり持っていればですね、まあ、それはそれで本当に素晴らしいし、来る人が喜んで、それはそれでまたね、まあ、道が開ける話だし、まあ、鍼灸がね、広がる一つのまあツールだと思うんで、ぜひ頑張っていただきたいと思うんですが、これをまあお金儲けのためにやってる人とかはもう本当にまあ、まあ、友達にもなれないですね、まあ、話もしたくないですね。不妊鍼灸ね、まあ、これもですね、まあ、今需要があるし、本当にまあ素晴らしいまあ治療内容だと思いますし、患者さんの夢をね、叶えてあげる、まあ、治療法だと思うんですが、まあ、それをまあお金儲けだけをね、お金儲けだけのためにやってる人がいるとしたら、まあ勝手にやってくださいって感じですね。まあね、まあ、私が言いたいことは、まあ、真の東洋医学を習得すればですね、まあ、もちろんこういうこともですね、まあ、含まれてくるんですね。まあ、体は美容ともつながってますし、まあ、健康と美容というのはつながってるわけですね。まあ、あとは、まあ、当院のね、まあ、入ってる会の教えで、まあ、健康な男女のもとには子供が生まれるって言ってるんですね。ですので、まあ、そういった、まあ、ざっくりとしたね、まあ、総論なんですが、体を健康にするっていうのは非常に、まあ、当院としては得意なんで、まあ、その延長線上でね、まあ、妊娠する方っていうのは、まあ、たくさんいますね。まあ、あとはですね、東洋医学を、真の東洋医学を習得すればですね、まあ、こういったことに固執しなくても、もういろんな症状を、まあ、ビシバシ治せるんですね。もう病院なんかもう治りませんよ、言いながらね、まあ、治療してますね、私なんかね。まあ、もちろんね、まあ、病院は、救急救命、外科、検査、細菌感染症、1型糖尿病とかね、あとはまあその遺伝的な病気とか、まあ、西洋医学の薬でしかね、まあその生命を保てないとか、まあ、日常生活を保てない人っていうのは中にいるかもしれないけど、慢性病っていうのは治せないわけなんですね。慢性病っていうのが西洋医学は、もし、慢性病が西洋医学でもし一つでも治せる疾患があったら、ぜひ教えてほしいんですね。おそらくないと思うんですが、でも慢性病で苦しんでるっていう人はたくさんいるわけですね。その結果、まあ、この 5,60 年で医療費っていうのが190倍に増えたっていうのは、私の YouTube 動画でもまあ再三言ってる話なんですね。まあ、こういった内容なんですが、まあ、これはもう総論になるんですが、まあ、各論としてはですね、また言いたいことはたくさんあるんですが、まあ、その内容に関しては、まあ、YouTube 動画でね、また言わせてもらったり、あとは、まあまあ、そういった会を作ってね、まあ、鍼灸治療がまあ伸びるね、世の中になってほしいと思ってますね。まあ、私個人的にはですね、まあ、一治療院さんがまあ成功するっていうのは非常に、まあ初めの、ね、段階としては重要なんですが、やっぱりですね、東洋医学がもっともっとですね、世の中に広まって、日本の、ね、医療の根幹となるようなね、まあ、西洋医学とも 50-50 でもいいですよ、2-3 歩譲って、まあ、それぐらいのね、力持ってますからね、そういった世の中になるようにですね、まずは患者さんに分かってもらって、地面から国にね、行くような感じじゃないとですね、もう変わんないと思いますね。それぐらいの力を持ってますので、くすぶってないで、しっかり、皆さんとですねやっていきたいと思います。本日は鍼灸治療のみで成功するにはについてお話ししました。参考にできる方は参考にしてください。以上です。